ナミさん、新潟も暖かくなってきましたか。桜も咲いて素敵ですね。広島の方はね、今日はちょっと寒かったんですけども、普段はねちょっと汗をかくぐらいな感じで、もうジーンズにね T シャツ1枚っていう日も私も出てきました。暖かいんで、うちのね大和くんと一緒に公園で一生懸命ね運動したりとか、すっかりねマイホームパパやっております。で、その中でも速稼塾の動画の更新っていうのは以前にも増して量が増えてきましてね、で広告収入もかなり高くなってきまして、一桁万円ってことはもうなくなりましたね。すごいなと思いますのは、もう何年前の動画であろうと再生されるわけなんですよ。やっぱり YouTube ってのは資産だなと思います。特に再生リストにまとめてますんで、それがね細々と関連再生されることによって全体の再生数を押し上げてくれてるなっていうふうに感じますね。これからもね、新潟速稼塾からの動画どんどん私もシェアしていきますので、お送りいただければと思います。そしてパン教室、とってもいいじゃないですか。これね、東京でね、広瀬さんという方がパン教室をやっていて、結構ね厳しい方なんですけども、テレビにもよく出られる方なんですけども、私ね結構憧れて見てたんですよ。その方も YouTube を通じてパン教室のことをやってたりとか、その動画コンテンツを販売されていたりとかね、結構ね年齢いってる方なんですけども、昔かたぎの職人さんみたいな方なんですけども、新しいインターネットとか YouTube を取り入れてものすごくねやられてるんですよ。それからこの方ね、結構ね日本の平和とかね安全とかにものすごくこだわる方で、多分気が合うんじゃないかなと思います。ちょっと広瀬さんの動画 URL つけておきますので、ご関心あればそちらの方もご参考にしていただければと思いますね。広瀬さんを知ったのはね、ホストクラブの番組でダメホストを叩き直すみたいな修行の先に、広瀬さんのパン屋さんに修行に行ったってことがあったんですよね。広瀬さんって方は厳しくってあったかい人だと私は思いました。今でもね結構見るんですよね。で、パン教室のことですけども、このパン教室を始めますみたいな宣言を動画でもうね定期的にやってもいいんじゃないですかね。そういう風にしてプレプロモーションを組んでいって、多くの方、例えば場合によってはねクラウドファンディングいただいてもいいと思うんですよ。夏にパン屋さんをやるんでみたいな感じでね。いや、すごいですね、ナミさんね。これからパン屋さんへの挑戦もう全然できると思いますんで、踏ん張っていただきたいかなと思います。すごいね、私はね楽しみですね。やっぱりね、速稼塾の塾生さんでも飲食店されてる方とか始める方とか、もうね今月も出店される塾生さんとかいらっしゃるんですよ。いや、これねほんとすごいなと思いました。いや、こういう風な結構感染症でどちらかというと飲食店に厳しい時期に、だからやろうぜってみたいな人がね、この同じ年代から速稼塾の塾生さんから出ていくのは、いや本当にね、私の精神を受け継いでるって言ったら私はね美化しすぎなんですけども、やっぱ昭和世代のフル根性出してるんだなと思って感動です。それではね、体に気をつけてこれからも頑張ってください。いつもご覧いただきましてありがとうございます。それではいってらっしゃい。